今回の稽古で原先生から竹刀を面に置きに行ってるという指摘がありました。とにかく竹刀は振れと、飛び込み面でもその距離は足で稼いで、竹刀は胸の前で構えたところから振れと、とにかく振れというふうに指導をいただきました。今私はですね、右膝の表側のももの、付け根の筋をちょっと痛めてしまいまして、飛んでも引き付け足ができなくてですね、それをごまかしながらの稽古だったんで、やっぱり体が出ない分、無意識になんですけど手が伸びて目に届かせよう、竹刀を面に届かせようとする、打ち負けるのが嫌で、上体だけで竹刀を振ってしまうという結果になっています。それだけ足が重要だということも一つ再確認したわけですけども、こういった時の稽古をどうしていこうかというのはちょっとこれからの課題でもあります。何しろちゃんと怪我を治して稽古を再開しないと変な癖がつく可能性もあるんでですね、その辺は考えていきたいと思います。この後さらに他の方の稽古を3本あげたいと思います。ぜひ今回の田原先生のアドバイスをこう意識しながら見ていただけると勉強になるんじゃないかと思います。今回の動画がいいねと思ったらグッドボタン、次の稽古も楽しみだなと思っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。今毎日寒くてですね、テレワークの前の時間を使って録画してるんですけど、家の中にいてもこんな感じです。早く暖かくなってほしいものです。それではまた。